こんにちは、塚上です。私は近い将来欲しいものがあります。多くの富豪の人たちが持っているもの、それはプライベートジェットです。私がコピーライティングの技術を学んでいる仙人さんは、奥さんからプライベートジェットが欲しいと言われているそうです。仙人さんの場合、家族を海外でみんなで移動する機会が多く、現在お子さんがなんと6人いらっしゃり、小さい赤ちゃんから上の子が6、7歳、飛行機で移動するだけでも相当大変だそうです。私が欲しいと思う最大の理由は、空港での手続きが大幅に省略できることであったり、愛する家族と他人を気にすることなくプライベート空間を満喫できることが大きいです。私は海外旅行が好きです。見知らぬ土地、初めての文化とそこに暮らす人々、それらに接することによって強い刺激を感じます。愛する奥さんと子供たち、一緒にワイワイガヤガヤ、移動が楽にでき、大切な時間を過ごすことができたら最高に幸せです。実際にプライベートジェットを持っている人って誰だろうなーって考えた時、パッと頭に思い浮かんだのがホリエモン、世界一の投資家のウォーレン・バフェットさん、マイクロソフト創立者のビル・ゲイツさんでした。他にももちろんたくさんいると思うのですが、頭には浮かんできませんでした。おそらく多くの富豪の人たちは、特にメディアに出ることを好まず、黙々と日常を暮らしているからだと思います。ホリエモンが全盛期、テレビの特集で女性リポーターがホリエモンのプライベートジェットの体験取材をしていた記憶が印象に強く残っています。確か10人乗りぐらいの大きさの機体で、機内にはダブルベッドがあり、それが紹介されて、当時私は羨望の眼差しで見ていました。どのくらいの価格なのだろうか調べてみました。もちろん製造メーカー、機体の大きさなどでピンキリです。日本円でだいたい20億円、30億円から65億円するようです。維持費は年間で2、3億円と言われています。正直、想像していたよりそんなにしないんだなというのが印象でした。私が欲しいと思うプライベートジェットの理想は、家族がゆったりできる空間があり、フライト中に休めるベッドがあります。また世界中に飛んでいきたいという欲望があるので、航続距離がある程度長いものがいいです。なので10人乗りぐらいの航続距離のある中型くらいの機種になると思っています。生涯年収という言葉があります。その名前の通り、生涯を通しての年収です。日本ではおよそ3億円だそうです。私にはにわかに信じられない額です。普通に真面目に働いていては、当然プライベートジェットを買えるような収入を得ることは不可能です。ただし、あるスキルを磨くことによって稼ぐことができる職業があります。それがコピーライターなのです。稼ぐことができる額に上限はありません。まさかそんな信じられませんと思う人も多いかもしれません。私もコピーライターという仕事を知るまでは全く同じ考えでした。コピーライティング発祥の地アメリカではこんな感じだそうです。
あるコピーライターが子供が増えたこともあり、自宅に少し大きめのプールを作りたいと思いました。で、一つコピーを書いてプール代700万円をちょっと稼ごうかといった具合だそうです。正直憧れます。仕事をする場所に縛られることなく、自由な時間に愛する家族と一緒に過ごすことができ、必要な時にコピーを書き、稼ぐことができる。そのために、私は今、コピーライティングのスキルを向上するため、日々、鍛錬しています。X ジュニアコピーライター養成スクールは、単なる学校ではありません。学校なので期間があり、6ヶ月間ですが、そこではコピーライティングのスキルだけではなく、生きていく上で大切な考え方、健康な体作りやその具体的な方法など、多くを仙人さんから学ぶことができるのです。詳しくは公式サイトを見てください。今なら私が学んだ2014年当時にはなかったすごい特典、最初の1ヶ月間体験入学ができるのです。つまりあなたは1円もお金を払うことなく、最初の1ヶ月間、4週間分の講義をタダで聞くことができるのです。そのため最近は入学希望が殺到しているようです。生徒数が増えたら、そのうち予告なく入学受付が締め切られる可能性があります。今すぐ、公式サイトへアクセスをしてみてください。本日もお聞きいただき本当にありがとうございます。